どうもドラマです。運動神経がいい男っつらモテるわけですよ。走るのが速かったり、サッカー上手かったり、野球が上手かったり、まあいろいろあるわけなんですけども、やっぱりね、女子がこうかっこいいってなるのはね、爆中とか爆点、前転前中、やっぱそういうものなんですよ。ジャニーズだってね、こう爆点とかいろいろアクロバティックなことしてるわけじゃないですか。それでもうファンの人はもうああまたさらにかっこいいってなるわけですよ。僕もこう爆点はできるんで、前中したいなと思いまして、しかも前中つっても1回転の前中じゃないです。3回転も4回転も空中でする前中がしたい。考えました。カラーコーンを使えばいいじゃないかと。カラーコーンを使って前中挑戦していきたいと思います。気になりますよね、どうやって前中するか。これが前棒です。棒をね、カラーコーンに刺して、この手すりとこの棒ですね、カラーコーンを体にくっつけてこういう状態にします。で、そのまま、はい、 OK、 いいんじゃない。すごいさ、カッチリとしたクソだけどさ、チャック開いてる。ということで、これで前中をしようと思います。このコーンが見えてたらね、モテるわけないだろうって思うかもしれないんですけど、恋は盲目って言いますから、女子は見えません。これ見えてるあなたは男性。女子はそういうのあんま気にしないの。キンキキッズでなんかね、コンサートで空中でワイヤーでこういるけど、女子はワイヤー見えてないから、うわー飛んでるって思ってるだけですから。すげえバカにしちゃったけど、恋は盲目ってそういうこと。うん、やっていきましょうか。いきます。3、2、1、イグニッション。ちょっと通りますね、ちょっと通ります、失礼しますね。渡辺真央とこちらいるわけなんですけれども、皆さんどうお考えですか？絶対に失敗するって思ってますよね。まあその気持ちもわかります。だけども最近の動画見てください。いくつもの奇跡を起こした男渡辺、結構成功してるんですか？チャンネル登録よろしく。